ランナー二塁でストップ。見事なツーベースヒット。バッターボックスはショート。ワンアウトランナー二塁、追加点のチャンス。投げた、打った、セカンドゴロ、一塁へ、アウト。これでツーアウト。次のバッターは柿内。柿内、ツーアウト、ランナー三塁、追加点のチャンス。投げた、打ち上げてしまいました。ライトへ、ライト福留取りました。スリーアウト。マリーンズ追加点のチャンスを生かせませんでした。里中悟軽快に飛ばしております。ドラゴンズこの回は4番福留まで回るので期待できるでしょう。第2球投げました、打った、センターへ、右中間、ランナー2塁を狙う、ランナー3塁を狙う、ランナー3塁でストップ、スリーベースヒット。次のバッターは立浪。追加点のチャンス。投げた、いい当たり、レフトバック、ホームイン。ランナー二塁を狙う、ランナー二塁を回った、ランナー三塁でストップ、タイムリースリーベース、ドラゴンズ勝ち越し。迎えるバッターは福留、先ほどの打席では内野安打でした。ノーアウトランナー三塁、ドラゴンズチャンスが続きます。1球目、低めいっぱい、三塁牽制、セーフ。投げた、アウトコース、3球目打ち上げた、センターへ、センター落下点。ランナーいいスタートを切った、三塁ランナーホームイン、犠牲フライになりました。迎えるバッターは谷繁、アウトカウントはワンアウト。振りかぶって投げた、打ち上げてしまいました、センターへ、センターサブロー、守備範囲でした。これでツーアウト。バッターボックスは渡辺博之、ツーアウトランナーなし。コントロールがいい、振りかぶって投げた、これは際どい、投手有利なカウント。打った、ライト前、二塁へ、シングルヒット。次のバッターは
大西。一塁線ランナー三塁を狙う。シングルヒットドラゴンズ。さあここでバッターは高橋光信。背番号66。投げました。低めに外れた。2球目詰まった当たり、レフト落下点、取りました。スリーアウト。4回の裏を終えました。ドラゴンズがリードを獲得しました。影丸隼人軽快に飛ばしております。2点を追うマリーンズ。この回の攻撃は7番小坂から。第1球投げました。詰まった。面白いところに飛んだ。2塁へ。ラッキーなポテンヒットでした。次のバッターはひょうたん小牧地。決着をつけさせてもらいます。そう何度もやられないぜ。打ち上げてしまいました。アウト。ワンアウト。迎えるバッターは里中悟。里中悟背番号01。一塁へセーフ。投げました。送りバントだ。二塁へ。二塁フォースアウト。セーフ。ツーアウト。マリーンズ。さあここでバッターは岡本圭次郎。背番号1。投げた。ボールは高く上がった。センター。バック。ランナー二塁を回った。ランナー三塁を蹴った。一塁ランナーホームイン。タイムリーツーベース。バッターボックスはサブロー。センターサブロー背番号。同点のランナーを返せるか。投げました。ゆっくりなボール。ストライクワン。打った。セカンドゴロ。ファーストへ。アウト。これでスリーアウト。チェンジです。5回の表を終えました。3対2と追い上げております。里中悟。ほんの少しですが制球の乱れが感じられます。ドラゴンズこの回は下位打線からです。バッターは9番ピッチャー影丸隼人。背番号01。ストライク。タイミングが合いません。投げました。詰まった。サードショート。取りました。これでワンアウト。バッターボックスに井端を迎えます。井端本日3度目の対決です。ワンアウトランナーなし。
第1球。投げた。見逃した。ストライク。低めいっぱい。3球目ストライク、三振です。決め球はシンカー。次のバッターは荒木。背番号2。振りかぶって投げた。直した。ショートゴロ。アウト。スリーアウト。5回の裏、ドラゴンズわずか3人で攻撃を終えました。影丸隼人、そろそろ疲れが見え始めてきたか。マリーンズはクリーンナップ3番福浦から。バッターは3番ファースト福浦、背番号9。打った。センター前、二塁へ、シングルヒット。次のバッターはメイ。メイ、背番号00。投げた。直球ストライクワン。ワンストライクノーボール。投げました。高めいっぱい。一塁牽制、セーフ。投げました。打ち上げてしまいました。ライトへ。アウト。セカンドへ。ワンアウト。次のバッターはショート。ショート、背番号44。一塁蹴って、セーフ。バットが回った。タイミングが合いません。詰まった当たり、ファースト落下点、アウト。これでツーアウト。次のバッターは柿内。ライト柿内、背番号38。投げました。直した。一塁線、ランナー二塁を回った。バックホーム。見事なツーベースヒット。バッターボックスは小坂。逆転のチャンス。打ち上げてしまいました。アウト。スリーアウト。マリーンズ逆転のチャンスを生かせませんでした。里中悟、ほんの少しですが制球の乱れが感じられます。ドラゴンズはクリーンナップ3番立浪から。サブマリンモーションから投げました。低めいっぱい。第2球打った。セカンドゴロ。アウト。ワンアウト。
迎えるバッターは福留。ライト福留背番号1。ストライクゾーンをかすめている。第2球投げた、ノーヒット、レフト線フェア、ランナー二塁を狙う、ランナー二塁でストップ、見事なツーベースヒット。バッターボックスは谷繁。追加点のチャンス。投げた、空振り、タイミングが合いません。見逃した、ストライク、カウントは2エンド1。第4球3ストライク、三振、決め球はストレート。バッターボックスに渡辺裕之を迎えます。追加点のチャンス。二塁へ、セーフ。一球目、高め、